ジョルジョーネ、伝言の総額。ただし、現在では、ティチアーの作とも言われるパストラルは、形容詞としては、羊飼いのライフスタイルや牧畜、つまり、季節や水、食料の入手可能性のために、広大な陸地を家畜を移動することを表す言葉で、ある。さらに羊飼いの生活を描いた文学、音楽をも指し、それは、非常に理想化されていることが多い。 また、名詞のパストラルは詩、美術、音楽、ドラマのことを指す。文学のパストラルはブコリックとも言う。ギリシャ語の牛飼いを意味するブーコロスに由来する言葉で、当地中海からメソポタミアにかけての地域で生まれた、牧畜の伝統がギリシャを通じてヨーロッパに移入されたことを反映している。文学では、形容詞のパストラルは田舎の話題。 あるいは羊飼い、牛飼いなどの農園労働者に混じっての田園地方での生活を指し、それはロマン主義化ならびに非現実的な手法で描かれることが多い。実際、パストラルな生活は人生の余生よりむしろ最盛期として描かれることが時々ある。典型的なパストラルの雰囲気はクリストファー・マーローの若き羊飼いの連歌が手本となった。一緒に暮らそうよ。 僕の恋人になって、二人で楽しもう。丘、渓谷、谷、野原、そして岩山がもたらす喜びすべてを岩の上に座って、羊飼いが餌をやるのを見ていようよ。浅い川のそば、流れに合わせて鳥たちがマドリガルを歌ってるよ。パストラル文学に登場する羊飼いと乙女は普通、コリュドン、フィロメーラというギリシャ人名で、それは、 パストラルというジャンルの起源を反映したものである。パストラル詩は、美しい田園の風景、文学用語で言うと、ロクス・アモイヌスを舞台とする。これは例えば、ギリシャの田園地方であり、また、ギリシア神話では、パーンの故郷でもあるアルカデアのような場所である。詩人たちは、アルカデアを一種のエーデンの園のように描いた。羊の世話などの現実の田舎の雑用は、空想の中で、 ほとんど労力を必要としないものとされ、背景の中に渦漏れ、女羊飼いと、その求婚者のことはほとんど余暇の状態の中に捨て置かれる。そうすることで、羊飼いたちを永久のエロティックなファンタジーに無償化できるのである。羊飼いたちは可愛い女の子たちを追いかけることに、ギリシアやローマの死では可愛い男の子たちを追いかけることに、時間を費やす。 ウェルギリウスの第二エクローグ、フォーモスサムパスターコリダンアーデバットアレクソンは、完全に、同性愛である。ウェルギリウス著、農耕史第三巻。羊飼いと家畜の絵。バチカン図書館所蔵パストラル文学は、ヘレニズム期ギリシアのテオクリトスから始まった。テオクリトスの、牧歌の数編は、田園地方を舞台とし、牧夫たちの間の会話も含まれている。テオクリトスは、 シチリアの羊飼いたちの実際の民族伝承を集めたのかもしれない。テオクリトスはドーリア方言でこれを書いたが、使った因律はギリシア史で最も有名な形式、つまりジョジシのダクチュロスヘクサメトロスだった。この素朴さと洗練さのミックスは、後のパストラル史でも主要な要素となる。テオクリトスの誌はギリシアの詩人スミュルナのビオンやモスコスに模倣された。 ローマの詩人ウェルギリウスはこの形式の詩を、牧歌で、ラテン語に適用させた。ウェルギリウスは、テオクリトス以上に理想化した、田園生活を叙述し、後のパストラル文学が好んでその舞台とした、アルカデアを初めてその舞台とした。さらにウェルギリウスは、政治的なアレコリーの要素を、パストラル詩に含めた。パストラル詩は、14世紀前くらいから、ペトラルカ。 ポンターノ、マントアノスといったイタリアの詩人たちがラテン語で復活させ、その後、マッテーをマリーア・ボイアルドがイタリア語で書いた。パストラルの流行はルネサンス期のヨーロッパ中に広まった。スペインではカルシラ・ソデラ・ベガがその重要な先駆者で、そのモチーフは20世紀のスペイン語詩人、ジャンニナ・ブラスキが蘇らせた中に見ることができる。 フランスの指導的パストラル詩人には、クレマン・マロやピエール・ド・ロンサールなどがいる。イギリスで最初のパストラル詩は、アレクサンダー・バークレーの伝言詩で、それはマントゥアヌスの強い影響を受けていた。イギリスのパストラル詩の禁字塔は、1579年に発表されたエドマンド・スペンサーの羊飼いの小読みである。この作品には1年12ヶ月に相当する12の エクローグで成り立ち、方言で書かれ、エレジー、グーは、当時のイングランドの詩の役割に関する論が、含まれていた。スペンサーや友人たちも、偽名で登場する。スペンサーの、羊会の暦は、マイケル・ドレートンの、イデア、ザ・シェッパード、エス・ガーランドや、ウィリアム・ブラウン、EN、ウィリアム・ブラウンの、ブリタニア、エスパストラールズといった模倣を生んだ。 英語史で最も有名なパストラルエレジーは、ジョン・ミルトンがケンブリッジ大学で学友だったエドワード・キングの詩に、寄せて書いたリシダスである。ミルトンがこの形式を用いたのは、作家という職業を切り開くためと、ミルトンが教会の職権乱用だと思っているものを攻撃する、両方の目的からだった。英語史のパストラル誌は、アレキサンダー・ポープの墨花あたりを最後に、 18世紀に一旦死滅した。シェパード、エス・ウィークを書いた、ジョン・ゲーのようにパロディ化する作家が現れる一方で、ジョンソン博士は、その作為性を批判し、ジョージ・クラップはそのリアリズムの欠如を攻撃して、ザ・ビレッジという自作の詩の中で、田舎の生活の真実の情景を叙述しようと、試みた。それにもかかわらず、パストラルは生き残った。マシュー・アーノルドが、 友人の詩人アーサー・ヒュー・クラフの詩に送ったバンカ、サイアシスといった作品がそうだが、ジャンルというより、むしろ雰囲気としてだった。アルカディアの羊飼い、画家チェザーレ作家儀の作品イタリアの作家たちは、パストラル・ロマンスという新しいジャンルを発明した。それは、パストラル詩と三文で書かれた、虚構な物語体を混ぜ合わせたものだった。 古典にはこの形式の洗例はなかったが、ダフニスとクロエのような電源地方を舞台にした古代、キリシアの小説から若干のインスピレーションを得ていた。この形式のもので、最も有名なものは、ヤコポ・サンナザロのアルカディアである。パストラルロマンスの流行はヨーロッパ中に広まり、スペインでは、ホルヘデ・モンテマヨールのディアナ、イングランドでは、フィリップ・シドニーのアーケディア、フランスでは、 オノレデュルフェのアストレイが書かれた。ルネサンス期のイタリアにはパストラルドラマも現れた。こちらもギリシアのサチュロス劇を除けば古典に先例がないものだった。アンジェロポリツェアーノのオルフェオがこの新しい形式の始まりだが、その前世紀は16世紀後期で、その中にはトルクアートタッソのアミンタ、ジョバンニバッティスタ・ガリーニの忠実な羊飼いといったものがある。 ジョン・リリーのエンジミオンは、イタリア様式のパストラル劇をイギリスに持ち込んだもので、ある。ジョン・フレッチャーのザ・フェイス・フル・シェッパードスや、ベン・ジョンソンのザ・サット・シェッパードといった作品が現れ、ウィリアム・シェイクスピアの劇にもパストラルの要素が含まれている。ちなみに、お気に召すままのプロットは、トマス・ロッチのパストラルロマンス、ロザリンドから取られたものである。テオクリトスの、牧歌は、 ストロペからなる歌と音楽的なバンカを含んでいて、ホメーロス同様、羊飼いたちが典型的な田舎の楽器と考えられる、シュリンクスつまりパンパイプで演奏した。一世紀には、ウェルギリウスのボッカは歌う道化芝居として上演された。これは古代にも決まった形式のジャンルとして、パストラルソングがあったことの証拠である。パストラルというジャンルはオペラの発展において、 重大なものだった。トルバドゥールがパストレイエというジャンルの中でパストラル詩に曲をつけて以後、イタリアの詩人、作曲家たちは徐々にパストラルに関心を持った。パストラル詩への作曲は最初ポリフォニーの後にはモノフォニーのマドリガルの中で次第に一般的なものになった。それらは後には普遍の基礎の上にパストラルなテーマを残すカンタータやセレナータに至った。 ジョバンニ・バッティスタ・ガリーニの詩、忠実な羊飼いへの部分的な作曲はとても有名である。500を超えるマドリガルのテクストは単独の劇から取られたものだった。タッソの詩、アミンタもまた好まれた。オペラが発達して、ヤコポペーリのダフネやモンテベルディのオルフェオといった作品とともに劇的なパストラルが前線に踊り出た。 パストラルオペラは17世紀を通して人気を保った。それはイタリアのみならず、例えばフランスでは英雄巻歌劇というジャンルが、イギリスではジョン・ブローのビーナスとアドニスとヘンリー・ローズがジョン・ミルトン作、コーマスのために書いた音楽が、スペインではサルスエラが作られた。同時にイタリアとドイツの作曲家たちは、声楽曲及び気楽曲の パストラーレというジャンルを発展させた。それは特定の様式的特徴によって区別され、またクリスマスイブと関係している。パストラル、およびパストラルのパロディは18世紀、19世紀を通して音楽史の中で重要な役割を演じ続けた。ジョン・ゲイはベガーズ・オペラの中でパストラルを風刺したが、ヘンデルのアチスト・ガラテアの台本は誠実なものを書いた。ジャン・ジャック・ルソーの 村の占い師はパストラルのルーツを利用し、メタスタージオの羊飼いの王様の台本は30回も曲が付けられた。その中で最も有名なものはモーツァルトのものである。ラモーはフランスのパストラルオペラの著名な主唱者であった。ベートーベンの田園公共曲はベートーベンが通常よく使う音楽的ダイナミズムを避け、比較的ゆったりしたリズムを選んでいる。 描写以上に心の動きに関心があったようで絵よりも気分の表現の作品だと書いている。さらにパストラルはグランドオペラ、特にマイアベアのオペラの中に特徴として現れた。作曲者たちはしばしば作品の中心でパストラルのテーマであるオアシスを発展させようとした。例えばワーグナーのトリスタンとイゾルデの中の羊飼いの歌うアルトウィーザーや チャイコフスキーのスペードの女王の中のパストラルバレエなどである。20世紀になってもパストラルは新しい解釈で特にバレエ作品で作られ続けた。ラベルのダフニスとクロエ、ニジンスキーが使用したドビュッシー、牧神の午後への前奏曲、ストラビンスキーの春の祭典、結婚などである。理想化されたパストラルの風景画はヘレニズム期とローマの壁画に現れた。 美術のテーマとして、パストラルへの興味が復興したのは、ルネサンス期のイタリアで、部分的には、サンナザロの詩、アルカディアオエで描いたものにインスパイアされていた。ジョルジョーネが描いたとされる、田園の総額は特にその中でも有名なものである。その後、フランスの画家たち、特に、クロード・ロラン、ニコラプスさん、アントワーヌ・バートウもパストラルに関心を持った。ブリジット・アン・ヘニッシュ。 ザ・メディバル・カレンダー・イヤー、P96、ISBN0 から271019042、イントロダクション2バージル、ザ・エクラックス・トランスクリプション、ガイリーハット・アーキクル・オンビューコリック・ポエトリー・インザ、オックスフォード・コンパニオン2、クラシカル・リテラチュア、パーシー・ビッシュ・シェリーが、ジョン・キーツの詩に寄せて書いた、パストラル・エレジー、アドナイスも有名。 参照シ,ーシークスバートガーデルストーンジーン、フィリペラモー、ヒズ・ライフ・アンド・ワーク、パティキュラリー P377 フォルティシモ、ゼネラル・レファレンス・フォーディス・セクション、ジェフリー・チュー・アンド・オーエムチャンダー、パストラル、グローブ・ミュージック・オンライン、エド、l m シ c GROVEMUSIC.com。アーティクル・オン・パストラル・イン・ザ・オックスフォード・コンパニオン・ツ・アート。ありがとうございます。